完成した。よかったな兄さん。よかったわね。この光子ロケットさえあればどんな宇宙人とも十分に戦える。俺はきっと親父の仇を討つんだ。小僧、なんてこと言うんだ。このロケットはな、宇宙人と戦うために作られたんじゃないぞ。美しい地球をあらゆる害から守ることが亡くなったお父さんの希望なんだ。小一兄さん、親父は亡くなったんじゃない。親父は宇宙人に殺されたんだ。だから仇を。小僧、そんなこと言うならこの光子ロケットには乗せられない。降りてくれ。なんだって。やめて二人とも。せっかく今まで兄弟みんな力を合わせてきたんじゃないの。小一兄さん、それに小僧、今はそんなこと言ってる時じゃない。待ちに待った試験飛行の日じゃないか。分かった、そうだったな。ただお父さんのこの光子ロケットを単なる武器にはしたくなかったんだ。よし、出発だ。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1わあ素敵、星があんなに綺麗に光ってるわ。ひとみ姉さん、俺たちは観光旅行に来たんじゃないんだぜ。金星の宇宙中継基地を調査するという重大な任務が。まあいいさ、たまにはのんびりしなくちゃ。ところでもうじき金星に着くぞ。みんなベルトをきちんと締めておけよ。ああ、金星の基地が見えてきたぞ。大変だ、みんな見ろ、基地が、中継基地がめちゃめちゃにされてるぞ。チキショー、宇宙人の仕業だな。謝るな小僧。とにかく急いで着陸してみよう。逆推進用ロケット点火。ひどい、これじゃまるで使い物にならない。誰がこんなひどいこと。あ、あれは、あれは何だ。怪獣だ、怪獣だ。怖いわ。ちくしょう、あいつが壊したんだな。よし、小僧やめろ。お前が言ったってあの 40、50メートルもある怪獣に勝てっこない。俺が行く。小一兄さん、シルバー仮面になるのか。だけどシルバー仮面だってあの怪獣の10分の1もないんだぜ。とにかくやってみる。行くぞサダン星人。えいったー。
ちくしょう、負けるもんか。え、そう。ダメだ。コージ、戻れ。戻るんだ。このままじゃシルバー仮面だってかなわない。早くロケットに戻れ。コージ、早く乗って。ダメだった。シルバー仮面になっても勝てない。仕方ないさ。とにかく地球に帰ろう。怪獣が近づいてくるわ。早く発射させて。よし、すぐに出発だ。発射。うわっ、師匠、サザン星人め、このロケットを壊す気か。お会いに行く様、この格子ロケットはお前なんかに捕まるようなノロマじゃないぞ。小市兄さん、大変だ。制御装置がいかれたぞ。右のエンジンもだ。なんだって。もしかしたら地球に戻れないかもしれない。戻っても無事には着陸できない。それじゃあ私たちみんな死んでしまうの。わからない。できるだけのことはやってみよう。見えてきたわ。でも私たち無事に帰ることができないのね。畜生、俺たちは地球にこのまま激突してどかん。それでおしまいってわけか。みんな希望を捨てるな。だって兄さん、レーダーも通信装置も壊れちゃったんだぜ。ねえコージ、シルバー仮面になっておいたら。このままこの格子ロケットが地球に激突してしまってもシルバー仮面だけは助かるかもしれないわ。そうだコージ兄さん、そうしろよ。そして地球に残してきたハルカと一緒に親父は俺たちの仇を取ってくれ。よせ、まだみんな死ぬと決まったわけじゃないぞ。あと10秒で地球だ。頼むぞ格子ロケット、無事に着陸してくれ。春日兄弟を乗せた格子ロケットは無残にも地球に激突してしまい、爆発してめちゃめちゃになってしまった。春日兄弟はみんなどうなってしまったのでしょう。シルバー仮面は死んでしまったのでしょうか。あ、あれはシルバー仮面。いや、今までのシルバー仮面ではありません。格子ロケットの爆発した時のエネルギーで新しく、そして巨大化したシルバー仮面ジャイアントです。40メートルもの体、そして両方の手のひらの上には春日兄弟が乗っています。コージはあの大きなシルバー仮面ジャイアントに変身して他の兄弟を助け出したのです。私たち助かったんだわ。コージ兄さんが、シルバー仮面があんなにでっかくなったんだ。シルバー仮面ジャイアント、ありがとう。春日兄弟はシルバー仮面ジャイアントによって無事助け出された。だがその頃、この地球の別のところでは恐ろしいことが起こっていた。あのサザン星人が地球にやってきたんだ。私たちの格子ロケットの跡をつけてきたのね。あれを見ろ、サザン星人は自分が壊したところに次々に旗を立ててるぞ。自分のものにしたというつもりなんだな。あ、新幹線が危ない。くそ、なんとかしなくっちゃ。このままじゃ何もかもあのサザン星人にやられてしまう。どうするんだコージ兄さん。あ、コージは、コージ兄さんは、コージ兄さんはどこ行ったんだ。コージはきっとシルバー仮面ジャイアントに変身しているに違いない。
バーカメン、サザン星人を粉砕するんだ。光子エネルギーによって大きく変身したシルバー仮面ジャイアントは、地球を破壊するためにやってきたサザン星人に最後の戦いを挑んでいた。サザン星人の口から真っ赤な火が。危ない、シルバー仮面。シルバー仮面の目からシルバースターが走った。手には鞭を持っています。そこだ、頑張れシルバー仮面。シルバービームだ。やったぞシルバー仮面。ありがとうシルバー仮面。これで俺たちの地球は守られたんだ。ザ・マミロ怪獣め。確かに今度の戦いはこれで終わった。だがおそらくまたどこからかこの地球を狙ってやってくる怪獣がいるに違いない。俺たちはどんなことがあってもこの地球を守り抜くんだ。いいなみんな。うん、ええ。